カテゴリーとすればビッグベイトだけれども、こう自分の気持ちの中ではクランクベイトだったりジャークベイトだったり、もしくはトップウォータープラグであったりっていう分野に属してます。でなぜかっていうとですね、まあ、これは僕自身があのビッグベイトをずっと使ってて、まあ、最初は、ね、こんな大きいしどうなんだろうと、そういう大型のいわゆるバスがいるエリア、もしくは大型の餌を捕食するエリアじゃないと効かないのかなと思ったんですけれども、そんなことはなく、使ってるうちに分かってきたのは、このボディのサイズだからこその力ですよね。いわゆるこう着水音だったり、まあ、動いた時のこう全体の波動だったり、もしくはこのでかいボディだからの大きく見えるシルエット、要は遠くからでも魚が呼べる、まずこれが1個ですよ。でもう1つは、大型のバスがやっぱりこう大型のルアーにある程度反応してくると、その2つが重なって、うん、じゃあどうすれば釣れる動きになるのかなって言ってった時に、この150は特に意識したのは、ロールですよね。ロールのアクションが出て、いわゆる水を押すというよりもボディの側面の光を、バスが見て、なんだろうってこう突っ込んでいくような形です。着水で寄せてるっていうあの気持ちなんで、着水を生かしてその後のもうワンアクションかツーアクションですよ。でスーッと魚影が見えたらもうストップ、完全ストップですね。すると勝手に加えて降りていくと。一本だ。行きますよ。行かなかったですよ。ごめんごめん。浮いたね。浮くな。150でも浮くな。ちょっともう一回ちゃんと釣りますか。浮いた。よし。うわ、またフック一本だ。これはでもそんなに大きくないわ。オスだ。でもいいバスだ。太ってる太ってる。ルアーはヒラクランクの150。浮いてくれば食べちゃう。